じゃあ今度前に。確かに指の力の入り具合違う気がします。すごい楽です。揺れない。緊張の調整の問題が記憶の部分で何か問題があると命令もおかしくなるじゃないですか、はい、記憶を想起させるための手がかりとしてこういうバンドが、マリさんの場合はそういう手がかりがあるとその記憶が想起されやすいのかもしれない。じゃあまたちょっと引き続きまあ指ですね、はい、中心には見ていきたいと思います。まあ、ただそれ以外に痛みなどはもう今は痛みはほぼほぼないです。ただ前から言ってるずっと座ってると腰が伸びなくなって、なんかずっとデスクワークしてて立つと、もうトイレとか行くときにこんな状態で、はいはいはい、おばあちゃんになっちゃったわっていう感じなんですけど、それを予防するなんか体操、こんな風に動かしてここら辺をこう鍛えとくとそれが少なくなりますよみたいなのってあったりするのかな、どうなのかなと思って。わかりました。じゃあちょっと体見ながら、はい、腰も気にはなるんで、まあ、腰回りと頭手のところと一緒に見ていきたいと思います。はい、はい、どうしたの今日。今日すごい上から触れなかった。わかんもってました。笑わさないでくれる。ああ、ドローンの感じ。ドローンの気持ちだったの。気になる気になる。わかった。一生インポッシブルにしよう。そうそうそう。小指のところに挟んで、はい、反らして手でやってたら親指しんどくなるんでここ使ってやるんですけど、ここでやったら結構痛い時は痛いので優しくする時は指の腹、今は痛い、痛くて気持ちいい、すごいほぐれてる。親指と小指は指状に伸ばしていくというか、ほんまにただほぐすような形から伸びてる。腰だけじゃなくて骨盤くらいから伸びる、意識を持つだけで OK です。効きます、これ効きます。手離して横に倒したりとか、左右、はい、まあ、これでも全部腰回りのストレッチになるので、まあ、ちょっとでも負担取るためにこんな感じも簡単なんで、特別時間もいらない、腰も伸びてるなぐらいの気持ちがあれば OK です。今日は2クールの中間になりましたので、カウンセリングさせていただきたいなと思うと、この様子覚えてます、はい、これをまたちょっと聞きたいなというところと、はい、あとこれです、手の使用状況を聞きたいなと思ってます、はい、河合さんのオリジナル版を作ったので、おお、ありがとうございます。修正したやつが、はい、これで聞いていこうかな、はい、この前、山地下結構歩いた。あ、山地下結構歩いた。地下街をね。地下街を歩いた。縦横無尽に。とんかつが食べたいと思って、KYK のとんかつを食べに行ったら、定休日でした。残念。別のね、飲食店探すんだけど、どこも定休日、ね。どこも定休日。飲食店探しで、山地下を歩くという。そんな定休日ある。定休日はマシですよ。この人、あれ、お店がなくなってるっていうことありますよね。あそこが美味しいんだって僕にね、はいはい、紹介してくれて、ぜひ食べに行こうって新宿のお店行ったんですよ。さらちになってたんですよ。ビルの4階だっていうのにさらちっていう。ビルごとなくなってる。ビルごとなくなってる。あのね、そんなことはもうよく
他にもあったね、ステーキ屋さんもあった、ね、ステーキ屋さんも跡形もなくなった。でもそんな感じしながら産地下を歩き回る、歩けたね、はい、うん、ハンバーガーを食べた後も前は私ここで待ってていいって言ってたのがちゃんと車まで歩いて行ったもんね、はいはい、うん、ああ、はい、じゃあちょっとそういう自信もこうついてきてる、はい、うん、はい、そんなまあ前のような状況にはならない感じです、はい、はい、2クール目はあの手の方を中心にですね、はい、介入させていただきました、はい、主な問題点としてはあの、まあ、揺れるっていう、はい、失調っていうものとあとあの失効ですねによってこう手先の細かな操作とか、まあ、あの物に手を伸ばす時にこう揺れてしまってこう定まらないところが要因としてはあったかなという鏡使った練習とかあとあの、まあ、バンドを巻いてみたりとかあといろいろまあレッドコードとかいろんな物品を使いながらこうリーチの練習であったりちょっと細かな物品の操作練習してきたことであの感覚とか力の抜き方とか動かし方のコツとかその辺がつかめてきてるところが変わってきたところかなというふうには、まあ一応今後揺れっていうところは結構その細かい動きにも影響してそうな感じがあるのでちょっとその辺中心にやっていきたいなという前回やったみたいにちょっと手を動かしつつ細かなことをするみたいな、うん、そういう練習にも難易度を上げてきたなと思います、はい、実際いかがでしたか半分は。でもやっぱり滑らかになるんですよね。ただまあそれがずっと続かないのでやっぱ帰ってすぐはうまくできてそれが次来るまでに少しまた落ちてきて、はい、3歩進んで2歩下がるみたいなのを繰り返してでも1歩ずつ上がっていってるっていう感じですね。まあ足の時もそうだったんですけど、はい、どうしても使わない筋肉みたいなのが出てきてたのをこちらでリハビリするのでいろんなところを動かす意識をするようになって普通にテレビとか見てる時でも何かしら動かしてたりとかしてるので固まってるのも少しは柔らかくなってきてるのかなみたいなのを感じつつ使ってない部分を使い始めて感じはしています。調理は何がやっぱり気になる部分でしょうか。そこまでの調理ではないんですが、はい、塩サバをちょっと開けて電子レンジに入れるちょっと熱々のやつを出してきてフルッとしてお皿にのせる、はい、納豆をかけてからしとかタレとか入れてキムチと混ぜたりとか、はい、簡単な料理とは言えないようなものですけれどもまあ一応台所でかいろんなそうそう、はい、一番こう自分でと思うのは手際が悪い。どうしてもめくるとかっていうのもどっちに聞いたら一番綺麗にいくのかみたいなのがちょっと分からなくなっちゃったりとか、はい、うまく力が伝えられなかったりとか、はい、これをしてる間にこれができたらいいなっていうものがちょっと滞こう。右手が冷たいとか熱いに対してすごい過敏になっていて、うん、左手だったらそこまで熱くないのにものすごい熱いと思ったりとかするのもあるしすごく手間がかかったんですよね。対角線上に行けばいいってことは分かってるんですけどうまく伝えられなくてすごい遠回りをするというか遠回りにこう動いてしまう、はい、感じは自分でしてて力が弱いからなのかなとか思ったりもするんですけど失効っていうのを聞くと、はいはい、むしろその力が弱いからというよりなんか分かんなくなっちゃうっていう方が近いんですよね、はいはいうん、分かっちゃえるのにできるあそうなんです。分かります。その辺があるのがこう調理ではこうもどかしいっていうちょっとねお箸とかはやっぱりもう少し箸実際に使う練習もしていっていきましょうかね、はい、あとまあちょっとこう物を開くとか、まあ、字を書くとかっていうところも動きの練習もしていきたいなと思います、はい、まあノコギリはちょっとやってはいやってみましょうか。私は撮影しようか。うん私すっごく字書くの好きで漢字パズルとか漢字のクロスワードだとかずーっとやってたりとか何かを書きたくてこう新聞の記事だとかペットボトルの成分表だとかそういうものをずーっと書くぐらい病気の前はめちゃくちゃ字を書いてたのでおあこれをこう書いているやつですね。そうですそうです。でここで1行だけはとっても上手に書けてもう次からうぃーってなっちゃってこれはコピー用紙に書いてるんでもう
っ暗でも失敗できる。失敗できる。めちゃくちゃ綺麗ですけどね。まあ、一発でこのぐらい描けたらっていう。はい、本当に。でも自分で描きたい字とはやっぱりちょっと違う。あ、そうなんですね。うっていうのは一か八かでなんとなく形になってるからまあこれでいいかって思うけど、はい、本来自分が描きたい字にはなってないので。はい、なるほど。僕からしたらもうすごいいいなと思って。本当ですか、ありがとうございます。めちゃくちゃあったかい字ですね。嬉しい。私ドア開けてない。俺がいろいろやるするか。なんかこうルーティーンとしてさ、帰ってきたらエレベーター降りたらミネちゃんが先に行って見てあげるっていうのがこう自然な流れになっちゃったから。いかん、よし。もう今日から俺は何もしないぞ。ミネちゃんは やっちゃった方が早いから何でもやってくれちゃうから。さっき私が開けるって言うよりやることってやっぱ大事ですね。そうですね。そうだね。あ、ついついやっちゃうな。置いといて。こんなんだね。100均でね。あー、全部100均ですか。なんか使えそうじゃないですか。あ、いいですね。なんか昨日テレビ見ながらそれ積んでました。積めました。どうでした。積めました。あ、こういうの全部100均。ダイソーとセリア。リハビリにいいですね。良さそうなものを集めてみました。これとかもいいですね。これすごいヒノキの香りがしてめっちゃいい。100均なんですかこれ。はい。直線横にこうスッと線を引いていきましょう。気にせず気にせずささっとささっといけばいいけど。そうですね。いいですよ。そう。そうですそうです。うん、OK です。こっちある時ですけど、ない時と比べると。まっすぐ多いですね、うん、これは多分力んでたんです、はい、最初はあのゆっくり書かなきゃと思ってだけどそれでもやっぱりこう二度書きじゃないですか。一回こう反転先が離れてしまって書いたりとか揺れてるのが多いですけど、比較的手首は固定すると安定するんで、はい、固定した時のその力加減とかっていうのもちょっと考えながらやってもらっていいかなと思います。一概にこう一つの要因だけにはないと思うので、調子いい時のその力加減とかバンドがあるとか安心感っていうのはすごい重要になってくる要素であると思うので、はい、そこまでこう揺れないと思うんですけど、うん、変に緊張が入ったりとか、あとはこの支えがあることでちょっと緊張が落ちてこう動かしやすくなったりとかっていうちょっとした心理的な要素とかもあるとは思うので、バンドをつけながらの力加減をこう中の中の練習することでもなじませていったりすることでこう揺れとかも軽減されてくるかなと思います。あとはこう手首を置いて少し安定性を保ちながらかつバンドを使って描いていけばいけるかなと思います。力加減があると思うんですよ。何を確認してもこうシュッシュッとこう鉛筆やったらこれぐらいとかボールやったらこれ、筆やったらこれっていうそういうのもいろいろ変化させながら手から入る情報をこう頭に送ってそれを処理してこう調整していくっていう練習をしていけば揺れもどんどん少なくなってくるかなと思います。いろんなこうものを触っていろんな情報を手から入力していけばいろんな力加減とかもできてくると思うので、お家でも書くときはバンドつけながらちょっと安心感を持ちながらやってもらえればいいかなと思います。はい、ではお疲れ様でした。ちょっとキャッチボールする時間がなくて残念です。また今度よろしくお願いします。さよなら。自宅でお買い得商品スズキの刺身を切ってみる。なるほど。お、なんと山陰のあれじゃないですか、浜坂の高水揚げのスズキを買い得64円です。はい、切ります。お、あら、なんか美味しそうだな。どうですか、右手の調子、今日は。そんなによくはない。ないか、うん、包
方向の。いやいや、俺もわからない。こればっかりはね、プロの方が、まあ、もしご覧になってたら。ごめんなさい、それはもう知らない。すいませんということで。はい、行きまーす。はい。気をつけてね。震えとかどうですか？思ったほどない。ねえ、見た目には全然全くないですよ。でも、うん、全然思ったより揺れない。うん、揺れてるんですよ、ここは。はいはいはい。揺れてはいるんですけど、はあ、ここ歯を入れるときには。慣れてきた。お。付けはあれやからね、ちゃんとやっぱり。でもなんか妻とかがないから、なんか美味しくなさどうだ妻とかを用意すればよかった。そうやね、見た目の、ね、よし、さっきはペロンとしてたんだけど少しアレンジしてみました。材料がないのでそんなでもないですけど、鈴木のお刺身切りました。じゃーん。さあ始まりました、河合みちこの DIY をしてみよう、ノコギリに挑戦。お、今日は手袋もちゃんとして、はい、ちょっとうえって感じ、準備万端じゃないですか。この板を、はい、こっちと同じ長さにします。はい、いきます。なるほど。揺れるな、やっぱり揺れる。右手ノコギリは引くのが大事と教わります。なるほど。大きいの見せます。また出た、ちゃん刃物を持つとチャッキー現れる。小さいのにしよう。お、はい、ノコギリに挑戦しましたが疲れました。今座ってますね完全に休息のモードですね思ったよりはうまくいかなくて、自分としてはもっとうまかったはずなのにという。右手ですか？右手ですね。揺れているのが原因なのか、体力の問題なのか、こう思い描いていた軌道とは違ったので、うん、またちょっと今日も軽くショックを受けています。あ、しかしとか言っちゃう、まあ、でもだんだん何本かやっていくうちに、慣れてきたような気もします。あの斧みたいなやつで薪割りみたいな、あれも楽しかった。あ
割れてたね。割れてパキッと。まあ、ただやっぱりすぐに疲れてしまう。持久力。持久力。持久力がない。体力不足ですね。しかしいいもんですな。またジャッキーだ。おいい、なんかかっこよくない？かっこいいね。見た。おお、かっこいいね。くべるのは楽しいんですけど、これはその古民家の屋根裏の方から使った七輪。うん。煙です。かなりスモーキーになってます。いぶされてます。まあでもね、火を見ると落ち着きますね。わかるね、なんかみんな一人キャンプとかする気持ちは。なるほど。